このお酒はカンボジアの誇り、地雷原を探知をして安全にして、そこにキャサバを植えて、そのキャサバ芋から焼酎ができたということでね。だから平和構築そのもののお酒。あと50年経ったらアンコールワットよりこのソラクマエの方が世界の人たちが知るようになるかもしれませんよ。